じゃあ若は俺の条件を飲めないんですね。飲めないね。さっきも言ったろ、お前を生かしておいてやるのは俺からの情けだ。それを無下にするなら好きにするがいい。若の最後の情けを無駄にしやがって愚か者が。こっちだ一番。おい、えい、戦え。お前らなんでここに。おら、どけどけ。逃げるわよ。ほら見ろ、やっぱり罠だったじゃねえか。信じたい気持ちもあったんだけどね。うわっ、あちらこちらにいるやん。中の連中、ナイアゴロを取りこぼしたようやな。わしら控えの出番や。ええとこ見せて沢城の頭にアピールすんで。おいおい、すっきり。お月じゃの。やる気だぜ。やってやるぜ。これはもうやってやるぜ。さて、アステリング。まさかはめられるとは、魔装の予感はしてたんだよね。でもやっぱ一番のことだからさ、信じたい気持ちはあったんだろうね。おい、どうしたんや。私の番ね。私の番ね。おい、なめんなよ。寝てんのか。おい、どうしたんや。逃げるなら今のうちだぞ。これやな。おい、おい、おい、やってやるぞ。私の番です。おい、寝てんのか。なめんなよ。これな、くらえ。俺、おちゃん、何や。おいちゃん、かかってきなさい。ほら来いよ。これやよ。おい、おい、受けたぞ。まじめに、おいしおいし、熱気。やんのか。これは回復した方がいいですね。なんや、これだ、これだ。やってやるぞ。はい、回復。オッケー。俺の番だな。俺の番や。いや、許せよ。プレゼントだよ。やってきなさい。あっつ。おい、ほら来いよ。ああ、おお、やるのか。さて、 BGM もなんかかっこよくなってきて。おれ、おい、おい、あと一人。寝てんのか。おい、なめんなよ。トトキ、私が相手だ。おい、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 見てなさい。いい子にしろ。おい、おい、私の番ですね。ほらほら。おい、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 おまいったか。絡んでくんじゃねえ。わあ、追いついてきたの。そんなすぐ。兄貴、沢城の兄貴。
みんなで戦うみたいな。嘘でしょ。俺相手にずいぶん大げさなんじゃないですか、頭。まあな。だがお前は撃たれても生きてた男だ。いやそうだけどさ、念には念を入れたまで。そうは言っても、こいつが大光に撃たれても死なへんかったってやつですか。どんだけごっついやつかと思ったけど。なんだお前は。案外普通でんな。侮るな。確実に息の根を止めろ。せやったら頭と手足を切り落とすっていうのはどうでした。そんな物騒なこと言うな。それならさすがに生きてられへんでしょ。ね、なんかさ、やばいもの持ってんだけど。マグロならぬ人間解体ショーをお見せしますで。おやべえ、サイコパスがいるよ。サイコパス。終わったらあいつの首箱詰めして明日の朝には届けますわ。お前言ったな。守備よくやれ。頭は帰るんですか。お前らの汚い血でスーツを汚したくないからな。頭、そんなこと言ってない。汚れ仕事は全部部下任せですか。そうだよ、後で痛い目見るからね。あんた、荒川のおやっさんの下で一体何を学んできたんですか。おやっさん、おやっさん、うるせえな。その言い草には昔から虫酢が走ってたんだ。まあまあ、言わせたってありましょう。どうせあいつが物言えるのもあと数分の話やし。おしゃべりは十分だ。さっさとやれ。ほな、解体ショーの始まり始まり。お前言ったな。逆に解体してやるわ、本当に。こういうやつはね、分からせてやるのがね、一番。私の番です。ちょちょちょ、回復しなきゃあかん。寝てんのか。回復回復。もうやる気で。ほら来いよ。おいおい。よし。ここはかかってきなさい。せっかくだからこれ使ってみますか。おい、おるや。くらえ。おいれれ、マジマさんの衣装でやるのはなかなかいいじゃない。かっこいい。くらえ。熱気感覚の極み。おるや。くらえやがれ。おいれ。かっこいいよ、ヤマさん。おいしおいしおいし、おら、ほらおら、逃げるなら今のうちだ。おらおら、どうや、ほら、見せてやるよ。さっきはよくも言ってくれたな。全然聞かねえな、こいつ。やるやん、やるやん。おお、やめろ。あぶやん、危ない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 。こちらの、あ、こちらの。逃げるわ。おい、おい、おいしょおいしょ。なんや、おい、おい、おい、おる、おいしょおいしょ。雑魚はね、雑魚、雑魚のくせにランチボックス。あ、みんな隠してたか。これはじゃあ後で撮ってみようかな。ね、許せないね。ほら来いよ。これだな。かかってきなさい。おい、やってみる。まずは回復して。よし、行くぞ。行くぞ。これ号令をかけるか。どうしたんや。あ、号令号令。とっておきだ。おい、おい、私が相手の威力で行くぞ。おっしゃおい、おれおれ、やったれやったれ。おい、おい、おいしょ。行くぞ。挑発された。やりやがったな。天命、いや本当天命だよ。うわ、よだっこ、泣くのやんねえだね。おら、泣くのやばだよ。やったれ、さっちゃん。お、いいね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 。やったれ、やったれ。やったれよ。なめんなよ。デッキブレス、こちらの。おらおら。おい、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 おい。これだよ。おい、見せてやるよ。おい、おい、これや。サーちゃん、サーちゃんめっちゃ怒ってる。私の番です。サーちゃんめっちゃ怒ってるよ。くらえ。めっちゃ今ゴリラみたいなポーズしてたけど、相当怒ってたね。
危ねえ危ねえ。てめえ、ほら怒ってるさっちゃんが。おいおい。おいいねいいね。いいね。おぶ、おい。いいね、さっちゃん。いい落ちりしてるよ。おおい、くれ。ほら。おいおいいねいいね、炎にもなったよ。おいしおいし。いいじゃん。これや。やめろやめろ、ジムやめやがれ。やるぜ。やるぜ、まずはアイテム。おい。回復だ。回復。さて。おら。くらえ。いいねいいねいいね、なかなか効いてるよ。おら、なめんなよ。ああ、銃銃はやめろ。バレバレ行くよ。急所蹴り。おい、優しい。おい、おい。あ、止まっちゃった。俺の番だな。はい、オッケー。来たな、お前。変なさ、包丁持ちやがってよ。ほら、こういうのか。持ちやがった。どうですか。オラオラバースで顔面ケーキ食らえ。ハッピーバースデー。オラなかなか効いてない。痛い目に合わせますよ。やってやるぞ。これ攻めるか。投げ返す。おい、効かないかい、投げキッス。やっぱこれサイコパスね、効かないみたいな。さらね、これを食らってやる。オラサイド、ナーゴさんの究極技。おい、オラ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 、食らいやがれ。どうだ。お、いいね、めっちゃ効いてるじゃん。おーしおーし、おーしおーしおーし、いいじゃない。解体をしてやるよ、お前を。オラ逃げるなら今のうちだ。オラオラオラ、うわ、おこれをかけて、おいおい、見せてやるよ。みんなでやってやんよ。ガンガン行こうぜ。おいしょ、やってやるぞ。うわぁ、飛び蹴りかよ。飛び蹴りはマジあるね。飛び蹴り、おい、おいしょ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 、急所蹴り。おい、いいねいいね、いいねいいね。おいおいおい、おい、ね、私の番ですね。ほら、ほら、来いよ。やんのか。オッケーオッケーオッケー。ちょっとしんどいな。これはやばいな。とりあえず回復しとく。おい、これで。おいしょ。私が相手です。急所蹴り、サイド急所蹴り。おい、あ、いいねいいねいいね。痛がってるよ、このサイコパス野郎。なめんなよ。おい、さて、あ、じゃあ、あともうちょっとだ。あともうちょっと。おら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 、おらおらおら。おいおい、目に合わせますよ。おー、出血ね。頑張れ一番。もうちょっとだ。おら、社長パワー食らえ。私の番ですね。ハンズやったれ、イケメンや、イケメンパワーでやったれ。こんなやつサイコパス、おっしゃ、いいねいいね。ちょっと技がダサいけど、おっしゃ、オッケー。さらに強くなれましたね。またいい女になっちゃった。おい、みんなレベルアップ、オッケー。手強かったの。参ったか。お前の首を箱詰めにしてやろうか。箱詰めにして頭に届けるとか言ってたよな。こんな物騒なもん振り回しやがって。頭も驚くだろう。箱の中におめえの首を見たらな。おい、おしっこちびんのか、おしっこ。おい、いいね、一番。
失禁なん。みんな心配してくれてる。めっちゃ気持ち悪いやつだったわね。いや本当よ、顔の気持ち悪い。こんなのがワンサがいんのか。日本一の極道組織だ。これよりもヤバい奴らだってゴロゴロいんだろ。そんな連中がどんどん偉人町にやってくるの、勘弁してよ。不安だよね。一番、あ、浜子さん大丈夫？浜子さんどうしたんだ？今シェルターへ行ってきたんだよ。シェルターへ？あの子たちの忘れ物があったから届けようと思って。そしたらあの子たちどこにもいないんだよ。シェルターの職員も全然取り合ってくれないしさ。そっか、一体どうなってんだか。浜子さんは落ち着け。浜子さん本当のこと知らないんだもん。一緒に探してくれよ一番。浜子さん、あの子たちはもう日本にはいない。シェルターは彼女たちを強制送還させるためのネズミ捕りだったんだよ。そんなあの子たちは自分が生まれた国に頼れる人間なんていないんだ。だから偉人町に身を寄せていたんじゃないか。そうだよね。私はね、私はあの子たちの幸せだけが生きがいだったんだ。なのに、なんでこんな結果に。浜子さん、私がシェルターなんか進めなけりゃ、もっと早く気づいていりゃ。浜子さんはただあの子たちを思って行動しただけだ。悪いのは浜子さんじゃない。そうよ、自分を責めないで。浜子さんは女の子、最後まで誠実だったわよ。たちのためを思ってね。いや、悪いのは全部わかる。ごめんよ。ちくしょう、こういうのは許せないよね。浜子さん、ひとまず休ませたわ。ありがとう、さっちゃん。ありがとう、さっちゃん。一番と同じこと言ってた。どんどん偉人町がぶっ壊れていくな。ハン・ジュンギが言ってたの覚えてるか。俺たちも行くあてがあるなら出て行った方がいいって。本当に考える時かもしれねえぞ。逃げんのか。だってよ、もう取り返しがつかねえとこまで来ちまってんじゃねえのか。取り返しがつかねえか。ちなみにナンバーはどっか行く当てがあんのか。いや、すぐには思い浮かばないけどよ。足立さんは親もとっくに亡くなってるし、今さら行く当てって言われてもな。最後はとてもじゃないけど妹とお父さんを置いて出ていけないわ。じゃあ決まりじゃねえか。みんなで行くしかないね。ここは何が、みんなここから出ていけるような状況じゃねえ。そうだよ。そりゃ俺たちもコミジルもリューマンもみんな同じだ。みんな一緒だよ。だったら抗うしかねえだろ。取り返しがつかねえってんならなおさら取り返してやろうじゃねえか。でも賞賛があんのか。そんなもん必要ねえ。昔荒川のおやっさんに言われたよ。賞賛があって殴りに行くのはただの弱い者いじめだってな。でも賞賛もなしに殴りに行くってのはただの無鉄砲ってもんだろ。ちげえよ。賞賛なんて考えらんねえ強いもんに立ち向かう、それが本当の喧嘩だ。俺らの敵は民事党に大海連合、日本の表と裏のてっぺんだ。上等じゃねえか。思いっきり喧嘩してやろうぜ。ここまで来たらね、この表と裏やるしかないよ。喧嘩かな。さすがに足立さんもビビっちまってんの。バカ言え、相手に不足はねえ。やってやろうじゃねえか。ただいい、ね、その表の頂点ってのに警視庁も加えてくれねえか。そうだった、もちろん分かってるって。よっしゃ。
南波さんは呆れるくらいどうしようもない人たちよね。それがいいんだよ、ま、それが。でも好きなんでしょ。うん、そんな自分にも呆れちまうよ。それが仲間や。さっちゃん、俺らと一緒に。はいはい、もう結論出てるから。さすがは俺たちの仲間だ。仲間だからね。でも南波はどうなんだ。お前は弟さんの無事が確保されたことだし、結婚の話だって本当にいいのか。俺がそんなに薄情に見えるか。こうなりゃ地獄の果てまで一緒に戦って弟の結婚式のスピーチのネタにしてやるぜ。まあね、大きなネタになるよ。どいつもいつも今に見てろよ。そうだ、今に見てろ。